ノーフリーランチ定理の概念図。高度に最適化された特殊アルゴリズムとム用アルゴリズム。どちらも平均すれば同程度の性能となることに注意。ノーフリーランチ定理は、物理学者デビッド・エイチ・ウォールパートとイリアム・ジー・マクレディが生み出した組み合わせ最適化の領域の定理である。その定義は以下のようになる。 コスト関数の極値を探索する。あらゆるアルゴリズムは、すべての可能なコスト関数に適用した結果を、平均すると同じ性能となる。ウォールパートマクレディ、1995年。この定理の名称は、ハインラインの SF 小説、月は無慈悲な夜の女王で有名になった格言のゼア。エントノーサッチシングアズ、エイフリーランチに由来する。 数学的にありうべきすべての問題の集合について、どの探索アルゴリズムも同じ平均性能を示すことを説明したものである。これは探索アルゴリズムに必ず何らかの変更があるため、そのアルゴリズムが前提としていることが問題に当てはまらないことがあるからである。右の図はノーフリーランチ定理を視覚化した例である。一方、この定理は あらゆる問題で性能の良い汎用最適化戦略は理論上不可能であり、ある戦略が他の戦略より性能が良いのは現に解こうとしている。特定の問題に対して特殊化されている場合のみであるということを立証している。この定理は問題領域に関する知識を使わずに遺伝的アルゴリズムや焼き生手法などの汎用探索アルゴリズムを使う。 ことに反対する論拠として使われる。他のファミ用アルゴリズムにも適用されてきたが、一般にノーフリーランチ定理でカバーできない、実世界の大きなサブセットを構築することも可能である。ノーフリーランチ定理は、すべてのコスト関数を対象として成立するものである。このため、コスト関数の新部分集合には適用できない。実際の問題解決への適用には、 この点での政権を受ける。工学者や最適化の専門家にとって、この定理は問題領域の知識を可能な限り使用して最適化すべきだということを示しており、領域を限定して特殊な最適化ルーチンを作成すべきであることを示している。ありがとうございます。